90g ね、はい、牛乳投入してください。好きに入れちゃっていいよ。はい、全部入れちゃっていいです。そう、ダマがなくなるように混ぜ混ぜして、そうそうそう、ここにね、あまり時間をかけないことです。はい、ではそうヘラで、そうでね、じゃあその割り箸は、燃えるゴミで、はい、したら、チタンの電極を対極に差し込んで、差し入れてください。はい、ここ今チタン電極まで来たよ。はい、そしたらここに引き寄せて、あ、そうだね、はい、それでガムテープでしっかりこう大丈夫な位置までにこうひっくり返らないように、こうやったら大丈夫だよねって、ここを真似してくれる、ガムテープでしっかりこう止めとけば、ね、倒れたりしない。で、慌てて手を出すのがダメなんですよ。じゃあこれで片手ね、じゃあこの人がやるってことで、じゃあこの範囲行きますから ね、じゃあここの範囲基準ですね。今ちょっと時計っていうかね、見ててもらいたいんですけど、じゃあここ今電気通します。はい、ゴー。はい、はい、この後は何があっても触らないでくださいね。これもうね、1分2分でもうここからね、プツプツプツが見えてきますから、香り、バニラの香りがしてきてね。食べてみましょう。固定しててあれか、タイムラプスで撮ればよかったんだ。あ、時間を忘れた。あ、タイムラプス、そうなんだよね。こういう、早いね。もっと激しくね、水蒸気が出てるの見れるかなと思って。はい、じゃあ大丈夫ですね。コードを外しちゃってください。はい、結構触ったら熱いですか、まだ。かなり熱い、熱い、いや、そうです。大丈夫、はい、じゃあ、あとはね、これがふかふかのアルファ化してるかどうかを見てもらうっていうのが目的なのでします。すごい詰まってる、詰まってる音ですよね。あるいはもう、紙をもう破いちゃってもいいので、破いてもいいです。チタンの板で包丁みたいにしてザクザクと人数分切って、あと爪楊枝があるのでね、適当に処分してください。はい、出た、行きました。どう、まだぬめっとしてる、まあ、多少は、ね、まあまあまあ、はい、ということで、その熱いね、これ熱いですね。包丁割りにしてザクザクと切るか。今日でも今日ちゃんと牛乳使ったからね。確かに。頼む。そうそうそう、適当にザクザクと、で、爪楊枝でツンってやって、これ切れないよ、切れない、これがベタベタだ。